はいどうもこんにちはこんばんは、おはようございます。アールです。ブルーですね。よろしくお願いします。ルカが結構自由に動くのかな。さあ行こうか。マイヤはさ、これ素手なんだね。素手怖くないですかね。っていうか、なんか前も言った気がするけどさ、これシュノーケルもゴーグルも何にもしてないですよね。海水で目開けられるのは、進化してるんですかね、この子。まあまあ、それはそれとして、前回は、なんとかね、天の鍵、だから地の鍵をゲットできたので、ここの、おっと、髪切れが落ちたけど、いや、気にしないで、油断せず行こう。ここを、この奥を探索しましょうか。死んでも、いいノックなんで。エルシャダイとね、また並行して、ちょっと、おまたすっげー怪しいレバー。ああ、何にも起きない。そして直せる。困る。ので、まあ、とりあえず起動して、なんだこれ。あ、全く進めなくなっているので、罠スイッチかな?この角度からね、直せるってすごいですよね。おー、流されていく。超流されていく。あー、でもあのスイッチ、どうだったんだろうな。なんか完全に壁にめり込んでんだけど。あ、よっ。おお。俺はどうなるんだ、ここから。こうぐるっと回って、さらに、あ、こっちに行けないノックなんだけど。はい、そう、エルシャダイと、ブルーとね、並行して今ちょっとやってる感じ。おい、永久、やばい。ここでなんとかこっちに、あ、行けるんですね、これは。あっぶね。夏までにブルーを終わらしたいので、夏っていつまでっていう話ですけど、ロックされているじゃないね。さっきの遺跡にも同じようなものがあったわね。何のこと?あ、エッチなムービーですか?エッチじゃないんだけど、腹が見える。目玉の紋章が出ましたね。あ、そうだ、コメントもありがとうございます。だいたい石板、この下のところかな、2つゲットしたあたりで、頓挫した方もいらっしゃり、なんか本当に、まあどこって言わなかったけど、序盤でね、もう投げた方もいらっしゃるみたいなんで、結構やっぱゲームを投げる系って結構その少なくないんですかね。俺はね、一個だけなんですけど、結構多いのかなって。これこっち行けない。俺さ、これ帰れないんじゃないのこれ。帰れんのかな?ちゃんと。ここのスイッチを入れて、でそうすると逆の動きになるんだけど、逆の動きでこれ帰れんのかな?このラインで、ああ、なんとなくやらないとわからなくね。ちょっと怖いんだけど、すごい。何分?まだ4分か。死にたくないんだけど、まあ、いや、行く。ちょっと待って。やっぱセーブするわ。はい、行きましょう。そう、ゲームをよっぽど投げることって R あんまりないんだけど、まあそれだけね、好きかどうかの違いなんですかね。俺別に結構ゲームは投げないけど、それ以外のことって結構投げたり、ね、投げ出したりとかするんで、別になんか興味もないし、好きでもないことなんで、多分好きだからね、最後までやってんのかなっていう感じですよ。別にやり込みはやらないしね、だからといって。中にはね、なんだか嫌な予感がする。やっぱり?じゃあセーブしてよかったね。どうせまたあれだろ?これ。開かないんでし
知ってた。でもね、地図あるんで、なんとなく進めばいいですか。なんとなく進んでね、エアーが、でも残りない。え？え、何これ？え？また変なのが出てきた。どうしよう。どうしようもなくないですか？ちょっと待ってね。あ、奥には今行けなくなってるんで、あ、危ないぞ。角度を合わせて、まあ、逃げ込んでいくか。なんだこれ。え？え？なんで俺がセルフスロットマシンしないといけないの？ビューティフルジョーもびっくりだな。何も起きない。じゃあ目玉にしよっか。これ千年アイテム感満載の、これエジプトなんですかここ。あ、ああはいええ、でこっちはビビ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 ビ。俺のエアーはマッハなんですかね。ちょっと怖くて確認してなかったんだけど、今度じゃあこっちのポルスの目にしましょうか。さっぱりわからん。何かしらこれ。ぶち壊せ。さっきのロボット、これを守ってたのかしら。あ、シールドが消えた。持って帰って調べてもらった方が良さそうね。きっと出口ね。よかった、これで帰れるわ。やったぜ、楽勝じゃねえの。でこれ何？球体、遺跡で手に入れた不思議な球体、エイリアンの卵なんじゃないの。さあ帰りましょう。お、嘘、行き止まりだわ。この遺跡出口なんてないの。やだ、罠だわ。早く何かしないと潰されちゃう。じゃあ一回、何？何の音？おお！誰や？青龍さん？おお、抱えられて、お持ち帰りされてる。あんだけ頼りがいあったらね、もうガバッて、関われても、ん？捕まれてもいいよね。助かったぜ。今勝手に動いてますね。手は繋いでないみたいだけど、ここの連中はみんなあれかな、少なくともそのスーツ、ダイビングスーツみんな着てんのに。お、なんだ、おお、なんか何この潜水艦。青龍さん IR なんとかって、あれでも俺たちってさ SNK じゃなくて USR だよね。世界征服を企む世界俺もさ世界征服したい派なんですけど、世界征服って何なんですかね。私が助けられた遺跡は入り口が大きな岩で塞がれていたから今まで見つけられなかったって父さんは言ってた。親父さんからもらった腕輪が実は発信機だったなんて全然気づかなかったな。すごいね、理解力半端ないですね。でもあの遺跡のいろんな仕掛け、ムーの文明って現代より進んだ科学力を持っていたってこと。お、はいはいはい、ムー、ムー、ムーって何ですか？ラムー。ムー大陸についてあまり俺知らないんですけど、どこにあるんですか？え、実際にある場所なんですかね？ムー大陸っていうもの、それ自体が。
じゃあちょっとまたイベントこなしましょうか。まあ、まだ10分なんで大丈夫でしょう。おお、ジョーちゃんか。無事で何よりじゃったの。わしの腕は役に立ったじゃろ。という会話を終えると二度と会話ができなくなるのはちょっと寂しい。ちょっと待ってね。お、もうとにかく人にね、人と関わってコミュニケーション取っていってじゃないといけないんで、コミュ障の R にはちょっときつい職場ですね。マイヤちゃん、お父さんを心配させちゃダメじゃないの。あのさ、サベのしびれ薬かなんだかよくわかんないものをね、俺たちに渡す。あんたも大概やで。ごめんなさい。青龍なんか血相変えたように飛び出していったわよ。とりあえず青龍にお礼を言いましょうか。今度から黙って出かけるなんてやめなさい。でも喋ったらダメだダメだダメだって言うんでしょ。人間性の否定から始まって、まだ潜水艦がうろうろしてるかもしれないからやめた方がいい。はい。個室には行けないのかな。あんまりなんかもたもたしてるとね、謎の球体が破壊されるかもしれないですからね。腐って生物かどうか分かんないかな。一応これ持っといた方がいいのかな。ちょっとよく分かんない。外します。これ何なんだろうね。まあいいや、まあ、青龍さんにこれ見つけたんだけどってちょっと言ってみようか。ねえクリス、これ何だと思う？何ですかこれ。何かの岩石のようですけど。あ、装備外したのに見せちゃうってことはやっぱ見せちゃうんだね。やっぱ該当するキャラクターじゃないとダメなのかな。グレイブさんに聞いてみたらどうでしょう。グレイブさんはどこにいるんだろう。食堂にはいなかったぜ。マイヤさん、ご無事でよかったですわ。コンピューター少女がこんなおしとやかな言葉使うんですかね。ちょうどいたんでもうグレイブさんに言っちゃうけど、グレイブさん、これ見てくれる？何かの卵みたいだが。ああ、グレイブ死ぬんじゃないかな。詳しく調べたいから少しの間貸してもらっていいかな。いいよ、分かったら教えてね。マイヤちゃん、俺に近づくな。俺はもうダメかもしれない。ゲボバーってなって、あの腹からなんか出てくるんじゃない。やだな。ムービー作ってほしくない。青龍さん、助けてくれてありがとう。あの、なんだ。うん、なんでもない。同じかな。一応2度3度会話してもいいのかもしれないけど、会話ができるってことはなんかあれなのかな。やっぱりそれぞれアイテムを見せる対象が複数いるってことなんですかね。ごめん、こっちか。一応ね、ぐるっと回っちゃ、ちょっと待ってね。これ何かしらみたいな、あの手癖の悪い女の子だとしたらちょっといろいろ見られるんで。またビンタかな。初手ビンタ。父さん、ごめんなさい。ああ、もういいんだ。お前が無事に戻ってきただけで、もうこいつ止まんねえからよって思ってんだろうな。半ばちょっと諦めちゃってんじゃん。まあいいや。考古学に興味があるのか。父さんの娘だよ。当たり前じゃない。そうか。あれ、でもさ、遺跡でさ、パッパと出会わなかったのはなんで？あの、タイミングが合わなかっただけなのかな？不思議ですね。海上観測室と海面観測室って、これあれかな？階層が違うだけ？これ下降りたら、その観測室だもんね。じゃあ回るだけ回ったから、ダイビングは？
遺跡の方には行けない。遺跡行きたがりだね、この子も。じゃあちょっと休もうぜ。渡すもん渡したから。疲れちゃった。休もうって言え。てかさ、マイヤの個室広くね？あ、まあ他の人の個室見たことないからちょっとわかんないけど、ベッドもあるし、ソファーもあるし。あ、はい。なんだい？マヤちゃん、ちょっと生物研究室に来てくれないか？やめろよ。卵をさ、その、温めるとかやめよう。どうしたんですか？いや、面白いことが分かったんだ。はあ。どうしたの？グレープさん。古代した。ちょっと待って。グレープさん、でかくね？マヤちゃんがちっちゃい。いやいやいや、ちょっと待って。グレープさん、巨漢すぎない？ 2 メーター近くあるんじゃないの？これ。いや、昼間もらった球体なんだが、実は、なんと。え？水流の卵みたいなの。水流さんのなんか親戚かなんかですか？水流？シードラゴン。それも生きてるのさ。海の中でずっと仮死状態だったらしい。卵の時から仮死状態って、よくわかんない。卵って生きてるの？あ、まあ、中のヒナとかは、ヒナっていうか、生き物ではあるのか。卵の時点で。そこで、こうやって、保育器に入れて温めてみてるんだ。何が生まれるか楽しみだろう。絶対やめた方がいいと思うんだけど。こんなところで。どんなのが生まれるんだろう。いや、絶対だってミニ竜とか、タッツーみたいなのは絶対生まれないと思うんだけど。お。お。あ、かわいい。あ、あれだ、なんか ラプラスみたいな子が出てきたね。なんだってミュウ？リュウ？ミュウ？ちょっと音声が遠くて聞こえなかった。あのシル、FF5 かな、5のシルドラみたいだね。あのウーパールーパーみたいな顔してるけど、もっと Who am I？ わっ、あ、ミュウ、かわいい。モンスターファームにでも出てきそうな絵柄。やったことないですけど。ついてくるの？ついてくるの？っていうか、この子大丈夫なの？水なくて。両生類系なのかな？よし、おいで。え、あの、おいでっていうか、その、床ズリズリして大丈夫系なのかな。こういう子たちってアシカとかオットセイとかね、えちょっとさっぱりわかんない。水族館とかね、俺行きたいんだけど、なかなか機会がなくてね。行きたいって言うばっかりで。あ、親父さん、それ子たちさんにお酒はやめ、え、止められていたんじゃなかったっけ。あ、ジョニアか。まいったな。見逃してくれんかの。どうしよっかな。そんなこと言わずにじゃ。そうね。私今デジタルカメラが欲しいんだけどな。そうか。デジタルカメラじゃな。それなら確かこの辺にあるんですか。超小型デジタルカメラじゃ。水中でも使える便利なもんじゃぞ。ほんと？すごいね、おじさん。じゃあお酒のことは内緒にしとこうかな。この無言の交渉成立感。元気なもんじゃの、最近の子は。なんか言った？あんたバーカーみたいな感じの言い回しなんだろうな。
でもね、あの現金な方が単純というかはっきりしてて俺好きですけどね。あの通貨で分か、通貨って分かんないか、あのはっきりするじゃないですか。おお、ミュウじゃないか、よく来たな、面白い、渡っている、そしてまたミートスパゲティ食ってる。こんにちは、グレイブさん。ああ、マイヤちゃんもいたのか。もうマイヤちゃんなんかどうでもいいと。そんなこと言ってるとミュウに嫌われますよ。一応これあれかな、刷り込み状態になってるんですかね。ミュウは元気に育っているか。え、餌もよく食べるし元気いっぱいですよ。そいつはいいことだ。ミュウ、ほらこっちに来な。ああ、嫌か。なんてこった、本当に嫌われちまったのか。魚、うーん、その海流系、海流系ってない、あのないっすけど、俺知らないですけど、そのじゃオットセイとかアシカとかにも刷り込みみたいなものが本当にあるんですかね。ちょ、しゃっくりがでした。そしたら何分、21分。とりあえずまたぐるっと回ってイベント起こすなり、必要なアイテムをね2つ3つもらってからじゃないと海出れないですかね。俺もギャーギャー。どうしたのクリス。私爬虫類とか苦手なんです。水流って爬虫類可愛いじゃないの。ビエー。あ、まあでもドラゴンは爬虫類、トカゲとか、いや、クリス、いいやつだったのに。Rもね、あの爬虫類とか全然大丈夫、あのヘビがね大丈夫なんで。何系、爬虫類系になるんですかね。じゃああれかい、あのポケモンのラプラスも爬虫類なのかな。それを考えるとちょっと頭おかしくなって死ぬ可能性があるんで考えるのをやめましょう。清流さん忙しいね、あっちこっちで。ビャーねえ清流さん、ミュウって可愛いでしょ。どうなんですかね、まあ、ピンクだからな。清流さんは優しいってことがミュウには分かるんですね、きっと。ちなみにアールちゃんは犬にはガチで吠えられますね。ガチで近づかれてガチで吠えられるっていう、犬臭いんですかね、非常に心外です。辛いです。ミュウ、ちょっと待ちなさい。ちょっとん？あれ？どうした？何のシーンかしら？この女の子誰だろう？なんとなくお母さんに似てるけど、お母さんは大丈夫なんですか？黙って家出てきたのかな？ご存命なんですか？ちゃんとこれ連絡してるんですかね？写真はない。このデジカメ何に使うんですかね。こんな粗いポリゴンを写真で写せってことなんですかね。悪く言い過ぎだっつうの。パスガノンに見せるとなんか生体兵器に改造されそうで嫌ですね。マイヤ君、その水流だが普通の生物じゃなさそうなんだ。なんでさ、この世界の人たちは水流っていう常識がまかり通ってんの。俺だけなんか知らないの。どういうことですか？詳しくはまだわからないが、何らかの手によって作為的に作られた生物の可能性もある。お、キメラ。もしそうだとしたら、非常に高度な文明が存在したことになるな。解剖とかしませんよね。してみたい気もあるが、ま、これからの成長の過程も気になるしな。解剖なんて絶対ダメですからね。500匹ぐらいいればね、いいのかもしれないけど、もしかしたらこれまでの生物学が通用しない素材かもしれないな。
そうだよね。まあ、繁殖、ただ一匹じゃね、繁殖能力が多分ないだろうから、どうするんですかね。ああ、ああ、ああ。で、アイテムの回収が特にできませんでしたね。どうしよう。毎夜個室で、何分 ?25 分。じゃあ、あれやります?5 分じゃ俺できない気がするんだけど。よし。じゃあちょっとパズルやってみようか。今パズル2、ね、3までね、来ちゃってるんで、2をちょっと、お!マイヤちゃんのパズル。これできるかもしれないですね。今ちょうど、あ、どうせカットするから何分っていうのわかんないけど、今ちょうどリアルタイムが、霧のいい時間なんで、ちょっとこの辺からやってみようか。よし、じゃあ行こうか。用意ドン。あるちゃん喋ってもらっていいですか?なんか喋ってもらっていいですかね?せっかくね、実況でやってるんで。じゃあ、何の話しようかな。別に、それこそな、実況やっててなんだけど、別に喋ることないんだよなっていう。じゃあ今回は下からやろうか。ちなみに、あれだね、今回マイヤの、紋章っていうのかな、が、下からっていうか、右肩と左肩と交互にあちこちに出てきているんですねっていうことを言いたかったんです。今回もこれ左下だか右下が空いてんのかな?それがわからないと上も下もってちょっと難しい。さ、だからさ、これ端がわかんねえんだよ、いつも。端がわからないから作りようがないでしょっていうお話。そういうお話。胸元が、多分ね、今回もね、右下がないんじゃないかなと思うので、下から作っていこうかなと思うんですが、そうしたときに、じゃあ、これが、これ気になるな、これ多分、ここだよね、多分。だから、ちょっとふざけてたら俺 何していいのかよくわからないでした。あ、そうだよね。で、ここが胸元が多分来るから、これが多分こうなるんだけど、で、この右下がよくわからない。で、これがこうなるはずだから、ここね、これがこうなると思うから、どうすんだこれ。積んでんじゃないのこれ。結局最後ね、なんだかよく分かんなくてできたって言ってたから、なんか、まあ、昔のアルちゃんもなんとだからね、アルちゃんいつも言ってるでしょ、なんとなくでパズルはやっちゃダメなんだっていうの。最初はいいけど、後から苦しくなるの分かってるでしょって。んなこと言ったってな、分かんないものは分かんないんだから、なんとなくやるしかないじゃないか。こんなこと言ったってしょうがないじゃないか。あ、なんかめちゃくちゃになってた。まあいいや。じゃあ、上も作ろっか。だって、またむちゃくちゃなこと言ってるよね。これがこう?違うな。これなんとなくやっぱ見ていくしかねえからな。多分これだな。これがここでしょ?まず、これがどれかっていう確認から始めないといけないのも、なかなか、きついですよね。きついし、これ俺やり方間違ったんじゃないのかな。やっぱりこれ上からやんねえとダメだったのかもしんないけど、この上のさ、これとこれ、これがね、どっちかわからないじゃんっていうお話ですよ。おまけにね、多分見て、これはね、マイヤの顔のここにあるから、これはね、ここなんだよね。ということは、多分ね、これはここだね。で、って言うくらいですからね。で、多分これがこうでしょ?本当かな?で、うわ、これわかんなくない?これ、つながって、あ、これはここだから、ちょっと待ってね。
これがこ、いやー、わからんち。え、ダメだ、ダメだ、ダメだ、わかんねえ。多分これ、ここ、あ、待って待って待って。これね、ここになんかあるんですよ。黒い点が。それがね、多分ここの、このマヤちゃんのこのアホ毛みたいなところだから、多分これでいいんだよ。多分、なんとなく多分出来上がっているので、あとはもうちょっと上手に揃えていかないとダメだね。何分？ 31 分、実時間で5分やってますね。もうちょっとペース上げてもらっていいですか。もうできたって言わないといけない時間になりつつあります。全然揃ってないじゃないか。落ち着いていこう。油断せずいこう。こうでしょ。で、こう。うわー、ちょっと違う気がするな。なんとなく違う気がする。そうだよ、だってこここうだもん。で、あ、でももうここ揃ってるよね。もうちょっとあれじゃん。もうちょっと、なんとかしろ。なんとかなれ。なんとかなれっていうセリフを吐いた最近ちょっとちっちゃい可愛いキャラクターがいたんですけど、それがお気に入りだったりそうでもなかったり。まず頭をこっちにやって、上から下に行く感じだから、あ、これじゃダメなんだよな。やったぜ。あ、これって自分でバックする感じだっけ。え、あれな、あのご褒美ってなんかご褒美なんかあったんだっけ。あれ1回目パズル1をさあ、こうなっちゃうのか。え、大丈夫だよね。俺クリアしたんだよね。おめでとうみたいなことを言ってくれないんですか、俺に。誰も何も。そうですか。